知らねえぜ。行くぜハピー。おい出直し。私の剣殺す。上等だ。特殊の上だ。クラマーやシャマル。わかった。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任に就いた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。日の本各地で悪化する貧富の差を憂う鞍馬やシャマルは、義賊カラス天狗として洛中を暗躍する日々を送っていた。とある折、ポンセの混迷の原因が邪悪なる力によるものだと気づき、災禍と邪気に苦しむ民を救うため鞍馬やシャマルは人知れず旅立つのであった。三方ヶ原。私を呼んだのはお前。クラマーやシャマルバーサス四季、いざ尋常に最終戦勝負。貴様の風捉えたぞ。うわあちら、俺の風からは逃げられまい。よあり。完勝者クラマーやシャマル。無常の風は時を選ばず。法で裁けぬ悪人をこの手で罰するのが俺の使命。苦しんでいる人たちのためにも俺の邪魔はさせない。カムイコタン。カムイの戦士の名にかけてこの先には行かせません。クラマーやシャマルバーサスナコルル、いざ尋常に最終戦勝負。こうからクラマーやシャマル。無常の風は時を選ばず。法で裁けぬ悪人をこの手で罰するのが俺の使命。苦しんでいる人たちのためにも俺の邪魔はさせない。外流島牛の国。飛んで火にいる間抜け野郎、この世のお宝は俺様のもんだ。クラマーやシャマルバーサスアースクエイク、いざ尋常に最終戦勝負。あわらあわらカリワタ。
勝者クラマーやシャマル。無情の風が時を選ばず。暴力でかき集めた富には満足できたか。次はお前が搾取される番だ。あな悲しや、あな苦しや、憎しみ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 。熊野古道。ここで滅するもまた情け。いざ参る。クラマヤシャマルバーサス服部半蔵。いざ尋常に最終戦勝負。せい、あわらせ。こから。貴様の風捕らえたぞ。あわらせ。あわらせ。あわらせ。完勝。勝者クラマーやシャマル。無情の風は時を選ばず。幕府の犬め、俺の前に現れたことを後悔しながら闇に沈んでいく。ミネルヴァの間。貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。クラマーやシャマルバーサスシャルロット。いざ尋常に最終戦勝負。こうから。貴様の盾捕らえたぞ。うわあ、あちら。俺の風からは逃げられまい。もう逃がさん。勝負あり。完勝。勝者クラマーやシャマル。無情の風は時を選ばず。法で裁けぬ悪人をこの手で罰するのが俺の使命。苦しんでいる人たちのためにも俺の邪魔はさせない。うずき。これよりは抗議の任。若輩者はここまでにいたせい。クラマーやシャマルバーサス野牛十兵衛。いざ尋常に最終戦勝負。あわ。あ
ーヤシャマル。俺の黒羽からは逃げられまい。噂に聞いた野牛十兵衛がこの程度とは。公儀隠密、将軍家指南役、幕府もそこが知れるな。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。海流島羊の国。お前さんが相手かい。泣きを見ても知らねえぜ。クラマヤシャマルバーサスハオーマル。いざ尋常に最終戦勝負。アオーラこがらし。やしゃまる。無常の風は時を選ばず。ただ強さを磨くために戦い続ける、そういう道もあるんだな。俺もそんな風に生きられたら。洛中三門前。よりによって俺の前に現れるとは運がないな。貴様ら幕府に踏みにじられた者たちの怒り、その身に刻み込め徳川義虎。そこまで言われちゃ男として黙ってるわけにはいかねえな。いいぜ、あんたの望み通り派手な喧嘩にしようや。カラスティング。クラマヤシャマルバーサス徳川義虎。いざ尋常に最終戦勝負。アオーラス。貴様の風捉えたぞ。うわあちら。俺の風からは逃げられまい。アオーラス。あ、こがらし。アオーラス。た、おもしかったぜ。カリワタ。完勝。勝者クラマヤシャマル。無常の風は時を選ばず。徳川義虎。弱者の苦しみを知らぬ貴様にこの国が救えるものか。Thank you.
この世のすべて、何もかも消えてなくなればいい。静か千年桜。私はずっとずっとあなたのお戻りを。いや、戻る。なんで。戻る。どういうことだ。俺はお前のことなど知らないし、お前をこれ以上野放しにするつもりもない。その邪気も怨念も全て切らせてもらう。クラマヤシャマルバーサス静か御前、いざ尋常に一本目勝負。あおわらし、やあた、やりわたし、やあ、やりわたし、やあ、やあ、おわらし、あおわらし、許せぬ。この世がそなたか。憎い。
マヤシャマル。無常の風は時を選ばず。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。邪気がもたらした災禍を払い、数日故郷の村へと戻った夜叉丸は久々に父の墓前へと赴く。4年前村を飢饉から救うために江戸へと旅立った父は、一揆の首謀者として処刑され、首だけとなって帰ってきた。なぜ父のような善人が踏みにじられねばならないのか。父のむくろに涙を流したあの日、夜叉丸は幕府と戦うことを誓った。この道を選んだことに後悔などないはずだった。しかし静か御前が最後に残したつぶやきが夜叉丸の胸の内から消えないでいる。どうかその慈愛に満ちた心をいつまでも大切に。あの時消えゆく彼女の微笑みに父の面影が重なったような気がした。踏みにじられる者たちの嘆きに応え、誰も罰せぬ悪人をその手で裁くため、義賊カラス天狗は闇を飛ぶ。行き着く先が地獄であろうと、その足を止めることは許されない。幕府との果てなき戦い、この修羅道を選んだのは他でもない夜叉丸自身なのだから。お上が裁かぬ悪人を成敗するのが俺の役目。この信念は誰にも曲げられない。侍将団。